ウォリック伯、トマス・ド・ビーチャム第11代ウォリック伯爵、トマス・ド・ビーチャムは、イングランドの貴族、軍人。1313 13年から1315年頃の2月14日、第10代ウォリック伯、ガイド・ビーチャムとその妻アリス・ド・レイバーンの間の、長男として生まれる1315年8月12日に、父の死により、ウォリック伯爵を継承。 1329年に騎士に除された。1344年には、最初のガーター騎士団員の一人となる。同年、ボリックシャーや、レスターシャーのシェリフとなる。また同年から1369年まで、マーシャル・オブ・イングランドを務めた。フランスとの百年戦争が始まった頃に成人し、エドワード三世に、忠実なイングランド軍指揮官として1346年の、 クレシーの戦いや1347年のカレー包囲戦、1356年のポワティエの戦いに参戦。フランスでの戦闘による身の白金の獲得で、かなりの財産を築き、巨城のウォリック城の改築を行った。1369年11月13日に、薬病により、カレーで死去。借位は、次男、トマス・ド・ビーチャムが継承した。初代マーチ ロジャー・モーティマーの娘キャサリン・モーティマーと結婚。彼女との間に5人の息子と10人の娘を設けた。ありがとうございます。